じゃあまず年齢と職業お願いします、はい、20歳のドクトレーナーです。ドクトレーナー、ドクトレーナーです、はい、20歳でトリマーです。トリマー、あー、はい、大体見えましたよ私あでも一応聞きます、はい、一応何きっかけで知り合ったんですか。まあ学校で。あ学校、はい、そのあ専門、そうです、専門の人です。それは結構同じ一緒の国なんですか、ドクトレーナーも。あ、もともとドクトレーナーか両方一緒で、ああなるほど、そこからそこからトリマーになったんです。なるほど。ちなみにじゃあ今付き合ってどのぐらいですか。1年と4ヶ月、5ヶ月か。1年と5ヶ月、長いですね。彼女さんの作るまあ笑顔と笑顔が可愛い、はい、まあ、無邪気なとこと、はい、ちょっとバカなとこ、バカなとこでこうやって笑うとこも好き、あ大好き、はいはい、じゃあ鴨野さん彼氏さんにありますよね。え面白くて、はい、優しくて、はい、かっこよくて、はい、完璧じゃないですか、はい、完璧なところ、完璧な、はいはいはい。喧嘩とかはしないですか。しますね。あしますめっちゃする。そこから不満なことにはならないですいやそれは、ねまあ、あることだ。本当しょうもないことです。本当しょうもないことです。しょうもないよね。例えば何かありますかね。ディズニーで、はい、あのホンテッあタワーオブテラーに乗るか乗らないかで、はいはいはい、そんだけ喧嘩そんなんとかでも本当そんなくだらないこと乗りたくなかったんですか。そうそう俺絶叫苦手なんで。だろうと思いました、まあ、どっちからアプローチしたのかなっていう感じですね。やっぱアプローチできない人いっぱいいると思うんで僕からですね。そのきっかけがあって、はい、なんか最初に雑巾をまずみんな持ってこないといけないんですよ。雑巾、はい、なんか拭くんですね。そうです、はい、でそれで僕持ってきてなくて、持ってきてない人手挙げてみたいなこと言われて、はい、で持ってきてなかったんです。あ2人とも持ってきてない。で、はい、雑巾どうするみたいな、そういうきっかけから LINE してみてかいやもうその時気になってて僕は。でたまたま連絡とかしてなくて手挙げたんで、はい、あ今連絡するチャンスかな。まあ僕らって言いました。そうです。さあ、カメさんもうその時ちょっといいなと思ったんですか。あ、その時彼氏付き合ってる人がいて、あら、あれあれそう、じゃあ告白はどんな感じで。告白ですか。はい、それは僕からで、なんか昔からのそういう好きだった時の話して、はい、良ければ付き合ってください。初キスじゃあどこでしたか。はい、まあ夜うち泊まり来て、ああで、はい、寝てる時にこっちから俺が勝手にいや僕 はそういう時初めてだったんで。ああなるほど。そうです。で、あ布団っていうかベッド一緒だったんです。そうです、そうです。それで寝てなんかしてきたと。そうです。で起きて、はい、でもう一回ちゃんとしてみていい、はい、で、ね、でその後どうしたんですか。その後もそのまま寝ました。そこから先ないです。あ、そうなの。その時はまだ。その時はない。その時じゃあいつ会ったんですか。付き合ってからどんぐらいですか。2ヶ月経ってないよね。そうだね。2ヶ月手前ぐらいですか。2ヶ月初めてだったんですよね。そう、初めて。え、なんかアプローチしたんですか自分から。しようみたいな。そんなのない。キスからの流れだった。まあ私たちにはこれがあるから1年半も続いてるんだよみたいな。好きって気持ちはちゃんとぶつけることですから。おめっちゃいいこと言ってるめっちゃいいこと言ってる。え、じゃあ毎回言ってるんですかそれ。言いますね。毎回好き好き言いますね。そのためにニヤニヤするんですか。ニヤニヤしてます。ニヤニヤしてます。神田さんからは言われないです。いや、言ってくれます。え、やだ、うちが食われてた。まあトッポなんですけどポッキーゲームをねやってもらいたいと思います。はい、じゃあ神田さんが彼氏さんと。え、待って、うちが食べるよはい、じゃあお願いします。ですか。はい、ありがとうございます。めっちゃ逃げるだいぶにだいぶ逃げますよ。ちゃんと取れましたか。取れますか。はいはい、逃げめっちゃ逃げますじゃあ行きますよ。東京ときめきチャンネル、また見てねー。